実際ガミラス戦線の後もめちゃくちゃ戦います。浮遊大陸基地どうしたのだ。応答せよ浮遊大陸基地。浮遊大陸基地からの通信途絶えました。エネルギー反応なし、生命反応なし。浮遊大陸は完全に消滅したものです。バカだ。地球の戦艦ごときがあの大陸を消し去っただと。消し去っただと。めっちゃ噛む。あの兵器は一体何なんでしょう。ガンツ、木星に緊急通信だ。取れたデータを全て送信しろ。忌々しいヤマトとデスラー総統閣から優れた戦略、作戦戦略のご教授を、ご啓示を受け、今に宇宙の塵にしてくれる。データ送信、非最小との、超高速通信につながります。筆様、ヤマトのデータをたった今送信いたしました。ヤマトは全く未知の強力な超破壊兵器を搭載しています。かくなる上は総統閣に作戦をご教示いた願いたく。シュルツ司令、総統閣下は勝利の報告以外はお聞きにならんそうだ。お待ちください。お待ち。通信切れました。くそ、ヤマトめ、何としてもこの手で。ところで真田君、コスモナイトについては何か分かったかね。木星の全衛星をスキャンしてみましたが、残念ながら反応はありませんでした。ですがユキ君と相談して新しい光学分析法を思いついたので今テストしてもらっているところです。さすが真田さん、まもなく結果が出ます。真田さん、艦長、結果が出ました。どうだった？新しい光学分析の方法は大成功です。結果、土星の衛星にある、タイタンに、微量ながらコスモナイトが、埋蔵されていることが判明しました。そうか、よかった。結局土星の衛星にあったわけですね。どちらにせよ予定航路上の惑星です。タイタンまで近づいてからもう一度光学分析をかけてみましょう。うん、頼むぞ。よし、航路を土星に取れ。今度こそコスモナイトを手に入れるぞ。航路設定、目的地設定でタイタン、とりあえず土星に向かえばいいんか。航路固定、航行速度、生還航行レベルにアーダポータル。今のうちに、なんかいろいろと修理さしておいたわ。敵アンドをメインレーダーに捉えました。加藤さんは、あ、なるほど、これで全部攻撃できる。おお、ナイス。じゃあ加藤たちに帰ってもらって、
て、真田さんに修理してもらって。早っ。エリア内に敵反応。全部して撃たせた。本当にブラックタイガーで倒した方が効率がいいよね。これで攻撃一個の近い。ナイス。で、加藤たちを帰らせて、で、島に目的地設定。で、真田さんに修理してもらって、うん、あ、早いな。最期射出、お、土星だ。あれが土星か。写真やビデオで見たことはありますが、肉眼では初めてですもんね。美しいですね。タイタンはこの星の衛星軌道を回っているのか。土星には大小合わせて18もの衛星があるが、タイタンはそのうちの一つだ。太陽系内の衛星では、最大級の大きさを誇り、薄くはあるが大気まで持っている星だ。もうそろそろ見えてくるんじゃないのかな。早っ。あれがタイタンか。青くて美しい星ですね。太陽からかなり離れているからな。地表ではほとんど氷に覆われているんだろう。艦長、正確な光学分析の結果が出ました。コスモナイト以外にも様々な鉱物が埋蔵されています。この際、積み込めるだけの物資を積み込んでみましょう。タイタンは、資源の宝庫ですよ。いずれどこかでやらなければならなかったことだ。だが、木星でのこともある。ガミラスも、こちらの動向には気づいておるだろう。敵艦隊が接近してきた場合に備え、ヤマトは土星軌道上に待機しておくことにしよう。君たちは、資源運搬船で、タイタンの地表へ降下し、物資を補給してくれたまえ。はい。よし。二班に分かれて採掘を行おう。真田君は鉄やチタンなどの資源を確保してくれたまえ。了解。ユキ君、それにアナライザー。はい。君たちはアナライザーの探知機を使ってコスモナイト、探索に出てくる。了解しました。古代、お前はユキ君とアナライザーの護衛として二人に同行しろ。はい。あ、せっかくユキさんと二人きりだと思ったのに。呆れたやつだな、こいつは。ぐずぐず言ってると置いていくぞ。空きブロックが足りません。よし、じゃあやっていきます。あ、沖田艦長も一応戦えるのかな、これ。今回は3人と。OK。
3人なんでね、ちょっと死なないように気をつけません。よし、行くか、アナライザー。いや、よし、行くか。頼むぞ、アナライザー。はい、コスモナイト、探査開始します。早く見つかるといいよね。採掘が目的だとはいえ、何があるかわからないぞ。まず、俺が先に進もう。いいか。古代を選択して、どっちに進むんだ？ここ、こっちかな？ん？こっちっぽいですよね。まだ、どうしよう。一回古代行かせて様子見して。敵はまだいないようですね。ちょっと、一回全員ここに集めますか。よし。よし、じゃあまた、古代だけ選択して。初見なんで。あれ、この先ないのかな？古代。あれ何銃だ？あれは敵？なんでこんなところに？しかもライフル兵だ。向こうの方が射程距離が長い。うまく間合いに入れるか。ユキ、アナライザー、二人とも下がってろ。これは、やばいやばいやばい。あ、勝手に近づいてくれました。この辺難しいですね、この。あ、ふう。一時はどうなるかと思ったぜ。こんなところにガミラス兵がいるとは。まだまだこの辺りにいるかもしれないな。相手が一人だといいが、二人以上いると、俺、一人じゃ勝てないぞ。もし二人以上であったら、後に逃げても一人ずつ相手しなくちゃな。ところでアナライザー、聞こえるか？コスモナイトはまだ、見つからないのか？反応ありました。ちょうど我々の進んでいる、この、陰の奥です。ちょっと待って。反応ありました。ちょうど我々の進んでいる、この、渓谷？反応ありました。ちょうど我々の進んでいる、この渓谷の奥です。なるほど。よし。行こうか。そうか。よくやったぞ、このポモス。ひどいようですね。人間は喜ぶと人をけなすのですか？ははは、すまん。よし、行くぞ。まだ古代。あ、ほら。じゃあとりあえず、こうして、ここにみんな集め。よし。そしたら、どうぞ、シャサミントは。この奥って言ってたから、こっちかな。やばいやばいやばい。食らいましたね。危ね。こうして、ユキ選択して、ユキ選択して、回復させると。で、もう一回解除。古代を選択。
さっきいましたね、ライフル兵。早く接近して。逃がすか。ナイス。今おっとしてるみたいな感じですれ違うだけ。こっちかな。あ、こっちじゃなかった。こっちも先ない。どうなの。ここはもうなさそうで。あれ、アナライザー、アナライザーいた。あれ敵かな。いや、アナライザー一撃。いや、え、アナライザー死んじゃった。治るか。あ、治った。今の危なかった。とりあえず古代を単独行動で生かした方がいいな。こっちは奥ってこっちかな。とうとうその時が来てしまったというか、まあ先にイスカンダルに行くか、このソフトがフリーズするか、はたまた僕が死ぬかの、まあ三択でしたけど、ソフトが持ちませんでしたね。はい、ということで、なんだかんだあって、一回一からやり直して、ここまで来ました。今から、核兵戦行きます。メモリーカードを、一回、中に入ってたデータちょっと、消させていただいて、セーブできるような状態にしてから進めました。やっぱり、全クリしたいんで、やっとなんかゲームの勝手がちょっとずつ分かってきた感じなんで、もうやるからには、まあソフトがぶっ壊れない限り全クリしていきたいです。